どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日は今回のゲームはね、バンバンのガーテンロールプレイっていうゲームはねんけど、なんと公式が作ったバンバンのゲームがね、ロブロックスに出たみたいなんで、今日は早速遊んでいきたいなと思います。バンバンシリーズ好きな人、高評価とチャンネル登録もよろしく。ということで皆さん、やってまいりました。あー、この音楽懐かしいバンバンに帰ってきた音楽の音がする。これはということで、これがバンバンの公式とね、誰かのコラボで作られたコースらしいんやけど、なんとね、ほらガーテンバンバン1、2、3とか遊べるらしいよ。4まであるんだ。てか待って、4までしかないの逆に。これもしかしてじゃあバンバン4で終わりってこと？ 5 出ないのバンバンって。まあ出たらこっちに追加していくっていう感じなんかな、わかんないけど。このゲームなんとですね皆さん、毛布っていうのがあって、これに変身できるんよね。バンバンかな、これバンバンになっていくと、ほらめちゃくちゃクオリティの高いね、公式のバンバンに変身することができます。かわいいかわいい、こんなにツヤツヤしてたんだバンバン。いろんな人と一緒になれます。お、なんかレインボーフルーズのレッド来たあー、やっぱバンバンになった。他にもなんかいろいろなアイテムがあるのかな。あ、これは課金専用アイテムって感じか。ということで今日はですね、このバンバンとかいろいろなキャラクターに変身してバンバンのゲーム遊んでいこうか。とりあえずみんなチャプター1から遊んでいこうかなと思ったんやけど、見てここにグループに入ることでペイトリオティックスキンがもらえるらしい。ちょっとグループ入ってみようか。ショップ、あ、これのことか。愛国的なオピラなんだ愛国的なって、愛国的ナブナブ、愛国的バンパリア、ちょっと買ってこようか。よし、みんな入ってきました、グループ。これで、あ、これか、愛国的なナブナブナブナーレ、なんだナブナブナレナなんでなんでそんな名前なんだ。ゲットしました。あ、ナブナリーナってことか。これで愛国的なナブナリーナゲットしました皆さん、すげー何この愛国的なって。あ、なるほど、国旗の形になってるって感じかな。ヨーロッパの国だっけ、ユーフォリックブラザーズっていう会社名やから、バンバンのはヨーロッパのって感じか。なるほど、じゃあちょっとこれで見て、いっぱいナブナブいて可愛いな。あ、ジャンボ女子もいるね。アイロンフィエスオグ、なんか、あ、なんか病気みたいな感じかな、なんかしんどいらしいじゃあとりあえずこれでチャプター1遊んでいこう。見てくださいみんな、これでチャプター1が遊べるよ、ナブナブになってちょっと普通のナブナブにしたいな。こう、あ、オッケーオッケーオッケー、可愛い可愛い。うわ、すごいツルツルだな、やっぱいいね公式のキャラクターは。これで、あ、懐かしいな、ここで最初ね撮ったよね、懐かしいな。これ去年だっけ、ナブナブってこのガーテンオブバンバンが出たのが。懐かしい、このジャンボ女子とか。もう今ではね、いろんなゲームがこれ使ってるから、なんかあんまり新鮮味はないけど、あー懐かしいな。これとかもなんかね、隠し要素みたいな感じでなんか音声流せるよね、懐かしいな。これがオリジナルのバンバンのキャラクターのあれやからね、なんていうの、一枚絵っていうの、可愛いよね。この時はまだナブナブいなかったからねオピラバードさん、こんにちは、ハローって書いてみた、何も言ってくれない、あ、消えたそんなことあるあー、でこんな場所もあるんだ、あー懐かしい。あー、バンバンいるね。でここの壁はドローンで壊せれるような、この壁いいねいいねいいね。あ、ナブナブ来たいやー、すげー懐かしいこの場所。で卵集める、あー、あったあったあった、卵集める、あ、さすがにこれ卵集めなくていいのか。卵をね、あー、あるねあるね、ここからも1個出て、あー、あるねあるね、ほら卵をねいっぱい集めて、ここのオピラバードに卵をね食べさせてあげるとここが開くみたいな感じだったかな。で、あれ1話目出たのってさ、いつだっけ、本当に去年くらいだと思うんやけどな。こんにちは、あー、オピラバードの部屋だこれ。笑顔が一番の薬だよーって言ってんね、だから笑顔になってねって言ってる。この時のオピラバードはなんか優しそうだなめちゃくちゃ追いかけてきてるけど、あー、でもここはなんかオピラバードで渡りたいな。あ、オピラバードこれだ、あ、なんだオピラバードを傷つけるって何だ、あー、すげえ、あ、すごい、オピラバードだけなんかもしかして、あー、なるほど、色が違うんだこれ。オピラバード、こっちが普通のオピラで、こっちが傷ついたオピラ、あー、なるほど、これ多分あれだな、落ちた後のオピラバードだ、ここに、ここの下に落ちた後にこんな傷ついたバージョンになるよね。でこれ自分に走れる、あ、走れるね、かわいい懐かしい、このシーンあったな、こうやって追いかけられるシーン懐かしいよマジで。でここで色合わせしたね、なんか懐かしくなってきちゃった俺。落ちたらどうなるんやろこれ、落ちてみる、あー、ここに戻されるんだ、あー、オッケー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 、よし、じゃあ別のところも行ってみようか。あ、てかでも待って、シーズン1は、あ、違う、ここは隠し部屋で開く場所だったっけ、ここは。
懐かしい。でここに確かねキーカードみたいなのが落ちてたはず。こっちも行ってみようか。じゃあここの奥に確かジャンボ王女子と会える場所があるはずやねんけど、デスクの下にボタンを押す場所があるんやけど、押せないね。ジャンボ王女子会える場所はいけないか、さすがに今日は。まあこれでチャプター1は終わりやね。よし、じゃあチャプター2戻…え、待って、そのピラバードどこでゲットしたの？え、待って、今の何？あ、あるわ、タルトの取り合った。すげえ、タルトのと…え、待って、何このイケメンなんだこのアバター、初めて見た。あー、ジャンボ女子になっちゃった。ジャンボ女子、本当はあんなにイケメンだったのか君。じゃこれで次はじゃあチャプター2も遊んでみようか。いいねいいね、どんどん…え、待って、何あれ。え、今なんか…あ、ほら、これ何？え、これジャンボ女子やんね。ほら、なんかめっちゃ暗い。ないぞそんなジャンボ女子。あ、待って、そのブラックジャンボ女子どこでゲットしたの？課金でもないよな多分。ナブナブナブナリーナとかやったらいるんやけどな。ほら、ブラックジャンボ女子、ちょっと待って、それどこでゲットしたの、ブラックジャンボ女子。ほら、ちょっと後で調べてみようか。ちょっと一旦全部マップ見て、ブラックジャンボ女子もしかしたら、あ、なんかこっち行ける、こっち行ける、オッケーオッケー。もしかしたらなんか隠し、なんていうの、隠し毛布みたいな感じでゲットできるのかもしれない。あー、ここ懐かしいな。ここキャプテンフィドウズが行ったところだな。ほら、え、てかすごい、完全再現。まあそれは公式やからそうやねんけど、懐かしい。チャプター2も結構最近やった気がするけど、意外と時間経ってるんかな。あ、ほら、かっこいい、そのジャンボ女子。ちょっと後で絶対見つけよう。あ、ここ入れない。あ、入れるね。なるほどなるほど。あ、ちょっと助けてください、出れないです俺。 ありがとうありがとうで、ここで、お、なんかドアーズのキャラクターもいるね。この下も、あ、この下も一応いける。あ、違う、いけない。あれあれ、どこだ、あれ、なんだ、死んだまだこっち行ってなかったよね。おお、すごいすごい、わ、すごいな。なんかいろいろ懐かしい気持ちになってきちゃった俺。ここ、待ってジャンボ女子お尻がプリプリになってるよ。ジャンボ女子、こんなに早く動けるキャラじゃないもんな。だってそれお尻プリプリしちゃうよな。こっち行ってみようか。じゃあもしかしたら何かヒントがあるかもしれない、あのブラックジャンボ女子をゲットするための。これで遊べたりは、あ、さすがに遊べないか。ここもね、若干ちょっとめんどくさかったね、ここのステージは。あ、こんにちはこんにちは、ジャンボ女子だよ。こんにちは、ナブナリーナ。おりゃおりゃすごい見つめ合ってる。おー、なんかなんかラブラブなお二人って感じじゃない。うん、でもまだここには何もないか。ちょっとじゃあ他にも探してみようか。この下とかは、なんかでも絶対隠しアイテムあると思うよね、あのブラックジャンボ女子をゲットできる。お、びっくりした、バンバン。そんなところでなんか棒立ちしないでよびっくりするじゃん。さてと、じゃあ次はここバンバリーナの部屋か。あ、バンバリーナいる。あ、バンバリーナいる。47+79は800あー、これ間違えたから死ぬんじゃない、これ。エラドー、間違えちゃったか、かわいそうに。 33-6 は、うーん、俺が答えてあげよう。じゃあこれ27かな。27です、27です。合ってますかバンバリーナさん。いそなんだいそって、合ってるってことかな。いいね、みんなここで集まってるね。かっこいい、このジャンボ女子。あー、ここもね懐かしいね、ガミとか。うわ、すごい懐かしすぎる。もう一回遊びたくなってきたな、ジャンボ。あ、ごめん、入る、いいよ先に入って、ちょっと俺奥行きたいんだ。 OKOKOK、 じゃあこっち入ってみようか。ここはオピラバードの子供たちが、あ、やばい、入れる、あ、入れる入れる、ギリ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 入れる入れる。あ、オッケー、あ、バンバンいるね。オピラの子供たちはいないんかな。なんか隠し部屋とかありそうじゃない、ここ隠しアイテムあったよね本気やったら。あ、ないか、隠し部屋とかもありそう。その奥にブラックジャンボ女子がいるのかもしれない。こっちか、次は、次ここでラストか。あ、ここで最終コーナーか。もう一個行ってない場所あるな、そういえば。こっちの奥はどうなってたかな。こっち3ではあったけど、あー何もないんだ。ちょっとジャンボ女子大きいから、他何のキャラクターにしよう。じゃあ、いや、バナナ、バンバリーナにまだなってないし、バンバリーナになっていこう。バンバリーナちゃんこんにちは、みんないるね。こっち行っていこう。うんな難しいな意外と。ここここここ OK、 ここここここ、いいねいいね。これゴールするとなんかあんのかな。さすがに何もないかな。こっちか。あバンバンのキャラクターになってバンバンのステージ、うやバンバンのステージ遊ぶのなんかちょっと感慨深いなって言おうとしたら負けました。よーし、ようやくクリアした。 OK、 ウィナーズコーナー、きた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 。
こっちでどんどん進んでみよう。これでこの奥にバンバンたちがいて終わったって感じだったかな。確かここからバンバンが出てくるんよね。でその後はバンバンが悪魔化しちゃうよ。次のチャプター3ではこの部屋の奥も確かモッドを使って開けた気がするわ。なんかナフダムに変身するとこう壁とか歩けるようになったりしないかな。あーさすがにそういうのはないか。あこんにちは。ここ確かバンバリーナに追いかけられたからバンバリーナに変身していこうか。ここから出てきたバンバリーナにね追いかけられてこっち行かないといけないよね。これ懐かしいな。でここでジャンボ助手の腕とかも出てきたんやけど、これ左かスイカ、あなんだあれは怖い。てか欲しいそのキャラ。いいね、ちょっと後でやろう。もうすぐゴールやしね。こっち行ってみる。こっち何もないんだ。かっこいいそのジャンボ助手。こっちはもしかしたらゴールにあるのかもしれない。ご褒美としてあのブラックジャンボ助手。こっちはいないか。こんにちは。ん こっち確か何もないんよね。あ何もないね。オッケーオッケー。でこっちか。バンバリーナかわいいな後ろ姿。あー何もなさそうだな。ここでバンバリーナね、あの踏み潰されちゃうよね。この上から落ちてきたあの手にジャンボ助手の。でギバニウムの箱。あでこれで終わりか。あれじゃあブラックジャンボ助手どうやってゲットするんだ。ちょっと調べてくるわみんな。ということで皆さんバンバンです。帰ってきました。これね秘密のボタンがあるらしくて、そのボタンを全部集めると、集めるってこう押すともらえるらしい。で5つぐらいあるらしいよね。で1つ目のボタンなんとね、あったあったあった、ここ、これであクリックできる。ここ押すと、あ、オッケーオッケー、これ黒くなったらいいらしい。でこれをあと4つ見つけて押すとブラックジャンボ助手ゲットできるらしい。かっこいいなこのバンバオッケー。じゃあね他の4つもちょっとボタン押していこう。2つ目もここら辺にあるらしい。ここのなんか下にあるって書いてるけどな、どこだ。んここのなんか場所、あった、ここだ。これは気づかない。ここを押すとオッケー、1つ目2つ目クリアと。すげえ、これはさすがにね知らないと押さないよな。見つけた人すごいな一番最初に。で3つ目がこのねチャプター1のところに行って、確かここの奥のこのどっかやった。あまたあった、今見えた。ほらほらこれちょっとわかりやすいな。ほらこれ、こう OK3 つ目クリア。 OK いいね。これであと2つだ。4つ目がここのオピラバードのところの奥にあるらしい。あ今なんかちょっと見えたね一瞬。ほらほらあった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 、これだこれ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 を押しに行かないといけないらしい。よし頑張って、じゃあ取りに行こうか。ブラックジャンプ女子欲しいからね。ここで OK、 これでボタンを押すと OK、 これで4つ目クリア。で最後の1つはこのチャプター2のところにあるらしい。チャプター2ずっとまっすぐ行って、あのさっき遊んでたあのオービーのところやね。さあ子供たちをついてきなさいよこのバンバンにいいねいいね、これバンバン幼稚園に来たみたいな。これ子供たちがなんかついてきてくれるといいね。こうやってなんかみんなでバンバンのキャラクターになって遊ぶの楽しいな。こっち行ってこの一番奥にあるらしいんやけど、かなりねジャンプ力が必要らしくて、ジャンプ力をバンバンやとねこんだけしかジャンプできないんやけど、実はこれナブナブになるとほらジャンプ力が結構上がるらしい、格段に。のでジャン、うーん助けてのでナブナブになってちょっと一番屋上まで行こうか。とりあえずこれできて、ここのねこのウィナーズコーナーの裏にあるらしい。あなんか誰かいるね。あいるいるいる、この裏にほらここにボタンがあるらしい。ここがねナブナブしかジャンプで入ってこれないらしいね。これよく考えられてる。でこれで押すと来たんじゃない。お来た、ボタンっぽいよって言った。今これでダークジャンボ助手になれるんじゃない。あれこれなんか更新か。あ来た来た来た、おなんだ今なんか一瞬なんか変なの映ったけど、これは違うか。シャドウジャンボ助手来た。これでシャドウジャンボ、うわーかっこいいシャドウジャンボ助手に変身することができました。皆さん見てこのシャドウジャンボ助手、もうこれはね悪者にしか見えないねでもジャンボ女子は確か設定的にはなんかちっちゃい男の子みたいな感じだった気がするな。なんか研究でこんな姿になっちゃったけど、なんか普通の幼稚園とかに編入させれないからこっちでかくまってるみたいな話だった気がするな。なんか研究でこんな姿になっちゃったんじゃなかったっけ確か。ということで皆さん無事にゲットすることができました、シャドウジャンボ女子。さっきみんながやってたやつやろうか。
ここでちょっと暗闇に潜むことで、ほらめっちゃ怖くないこれこれ急に現れた子とか、え、何あの顔って言ってちょっとビビらせることもできると。これでオピルバード君ビビってない俺の姿に。あ、ビビってるビビってる、あ、ビビってるねいいね、あ、ビビってる、みんなビビってる、ほら、オピラバード可愛いね、目が多いねということで今日はね、バンバンの公式が作ったロブロックスのマップに遊んできました。まだね、最新のゲームなんで、どんどんこれからもね、こんな感じの新しいスキンだったり、こう秘密のスキンとかね、追加されたりするかもしんないし、このチャプター3のねステージもまだ出てないんで、また出たらねやっていきたいなと思います。4が出たらね、また4も追加されると思うね。ということで、このシャドウジャンボジョッシュかっこいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録、まだチャンネル登録もよろしく。ということで、また明日、バイバーイ。